チャレンジと島本が行く。はい、今回は障害のカミングアウトについてその2です。その1で、私の、まあ、障害、身体障害なので、見える障害ということで、自分から積極的に口でカミングアウトしなくても周りの人には分かってもらえる部分も多いんですけど、まあ、その中でも私にも見えない障害があるので、それについては積極的に伝えるようにしているということを話しました。で、その2、今回は私のような身体障害以外のこの活動、バリアフリーチャレンジを今年始めたことによって出会った内部障害の方であるとか、聴覚障害をお持ちの方とかっていうことで、範囲を、障害の範囲を広げて、まあ、それらの場合は、どう考えるかという部分で、で、近い人に対しては先ほどカミングアウト、先ほどというか、その位置でカミングアウト、まあ、まあ、しやすいということもあって、しているということを言ったんですけども、よりいい、これも対象範囲を広げて、広く社会の人に対してどのように私自身が振る舞ってきているかということについて話します。で、まず私自身のことをお話ししますが、例えばその社会で、まあ、一番わかりやすいのは電車なんですけども、まあ、電車の場合、その、まあ、私は見たらわかるんですけども、まあ、その状況によってはその、電車で座れた方がいい、あるいはその固定されている手すりを持てないと危ないというような場面で、なかなかそこが空いていないということもございます。その場合は積極的に自分から声を出して、うまいことにお疲れのところ申し訳ないんですけども、ちょっとお席座らせていただいてよろしいでしょうかというようなことは積極的に言います。ただ私は就職活動をしていた時期があったんですけども、その際の採用面接、この際には私の見えない障害である痙攣の発作、このことについては人事の担当者には言いませんでした。言えなかったという感じです。言えばそれはちょっと採用上マイナスになるんじゃないかという心理が働きました、正直に言って。ただ今これは自分自身その行政書士として社会復帰して感じたことがあって、完全に考えが変わったんですけども、やはりその仕事をしていく上で、現在仕事をしていく上で当然お客様に何か迷惑をかけるということは許されませんので、まあ、あらかじめそういう情報は開示しておいた方がいいだろうということで、障害のこと会わない前の段階からそれは出すようにしておりますし、そういうことを今社会復帰しては障害者として社会復帰して分かったので、やはりそういった就職活動のような場でも、それは伏せずにカミングアウトするという方が、結果的に会社にとっても自分にとっても長期的に見ればプラスになるというのが私の考えです。続きまして身体障害以外の他の目に見えない障害ですねについて申し上げると、これもそれぞれの方が、障害とどの程度向き合えて受容できているかっていうような状況にもよりますけども、もう完全にその、障害者としてその障害を、自分のものとして受け止めて前向きに生きていらっしゃるという方であれば、これは私個人としてはどんどん積極的にその内部障害の方で出会っても、ちょっとこういう形で疲れているんだというようなことを、表明された方がいいんではないか、今後の今年より良い、より暮らしやすい世の中っていう大きな目で見ると、そういうふうなことでやっていっていただければなというのが私自身の思いです。こういうことを私自身はその障害の需要という部分に関してはかなり早い段階でスルッと自分の中で障害というものを消化できたようなところがあるので、
いやそんな簡単なことを言うなよというような考えも当然あるとは思いますが、やはり、まあ、その障害っていうのが個性であるというような、そういうあの言い方がよくありますけども、まあ、簡単にこれその、まあ、情緒的にその、まあ、言うっていう部分に関しては私もどうかなと思いますが、まあ、この障害っていうのはそのいわゆるまあ病気ではないんですね。病気や怪我ではない、まあ、そういったあの症状なり状態っていうのが固定化しているものなので、まあ、そういう意味で言うとまあ、健康な方がまあもう大人になって身長が伸びないのとまあ同じようなもんで、そういう見方をするとまあ個性であるというような言い方が当然できるので、であればもう、まあ、ありのままでいった方がまあチャレンジの自信も、まあ、周りにいる人もストレスが少なくなるんじゃないかっていうのが、まあ、まあ合理的に私が考えて、まあ、現状を出している結論です。で総さんではまあそれを踏まえてチャレンジの、まあ、チャレンジの同志といいますか、同じチャレンジと、そしてまあ社会の方々に私から申し上げたいことを、お送りします。